안녕하세요. 한국 인류 学アルバイト김기훈です。よろしくお願いします。 WPMF 日本スーパーバンタム級9位キム・ギフン。韓国プロ格闘技界でキックボクシング、ボクシングを経験した後日本に留学。この日いずる国でもムエタイに精を出す根っからのファイター。日本人軽量級トップファイター藤原嵐と共に練習を重ねたその技術は王座体感に値する。僕は日本で一番強い選手である嵐さんと一緒に練習やってるんで、こんないい練習できるのはまあ価値に間違いないと思います。僕やっぱライザー上がりなんでアグレッシブな試合に戻るべきやってるんで。 WPMF 日本スーパーバンタム級5位梅原貴之、ライズでその腕を磨いたクローリー。その端正な入れた力は想像できない無数の手数でアグレッシブに攻め立てる。このところ肘膝ありのルールにも果敢に挑戦。結果を重ね今回のランキング戦にこぎつけた。彼自身もその長くやるとはもう先生でも長くはないと思ってるので、彼自身の意気込みを見てくれてると思ってるんです。相手は誰でも関係ないですからね。全員倒してしまうので前に進むにおいて、まあ、障害物はぶっ倒してまた前に進むだけなんで、邪魔するものはぶっ倒してやるという考えですね。ムエタイの神髄を見せる韓流ナックモエ。ライズ上がりのイケメンアグレッシブファイターが王座までの第一関門。このトーナメント全試合がしのぎと心を削るサバイバル。 WPMF日本スーパーバンタム級王座決定トーナメント準々決勝、梅原貴之 VS キム・ギフン。